現場もろすぎたよ。あらも20万うんギンギンなら20万持ってくる。かっこいいよな、店長みたいな格好したくなってくるんだよはい、では3店舗目行きたいなと思います。今日ね、やっぱバルトロ入ったって、うん、みんなバルトロ入ってきてる、行きましょう。この辺パタゴニアとかね、うんうん、ありますよね。かわいいね。前さ、うん、見た時にさ、アメリカでも入ってたもんな、もう、フリースとか。この辺見たことないね。新しいやつなんかな。形としてはずっとあるんですけど。あ、そうなんだ。はい、着てにタグつけてる。あ、ほんまですね。今年なんか50周年かなんかありますよね。50周年のアイテムはもうだいぶ出ちゃってて。あ、やっぱそうなんですね。結構前ですもんね。逆に何があるんだ逆にすごいのが出てきた。すごいのが出てきた。ミニオンみたいな。ほんまやね。これはなんか漁師とかそっち系のやつですか。もともとパタゴニアフィッシングのラインがあるので、あ、そういったとこからのインスピレーションで。やっぱそうですよね。一応ブルーブレンドスパフリース。あ、フリースって大体ポリですもんね。そうなんですよ。珍しい。50周年で、うん、この旧タグが、あ、これですよね。やっぱもう出ちゃったんですね、うん、人気でね。フリースとかダウンは早かった。早かった、はい、そうですよね。デナリもあるね。デナリもあるね。で、この辺レトロ X もあるし、うんうん、バルトロはこっちですね。あ、スナップティーも入ってる。本当だ。ノースパタゴニアホークやんね。本当だね、うん。これケルプタンですか。そうですね。今年の新色言ってた。ブラックとかニュートと。これあれ？なんか新しいですねこれ。袖にノースってあるの。だって胸にあるやん。なんか新しいやつかもしれない。そうですね。中にあの取り外し可能な。はい。あ、へえ、ほんまや。これ中綿のジャケットにケルを掛け合わせて、うん、じゃあこれ一着で冬もいけるってことですね。そうですね、まあ、スリーウェイですね。分けても使える。うん、あ、ほんまや。これだけでも使えるし、これだけでも使えるし、だから理論上はマウンテンダウンみたいなことなんですよ。本当だね。こっちにもまだダウンが続いておりました。続いてました。パタゴニアのダウンが続いておりました、こっちは。そしてここにシェルがあると。そしてここはパープルレーベルのノースですか。なんかパープルレーベル人気ですもんね。人気ありますね。ねえ、いい意味ですね。ノースペース感あんまり気にしてないんで、うんうんうん、ないですもんね。着したりとかこれ見たらつけてない。うんうんうん。だけどよう見たら、あ、ノースエースやなって感じですもんね。そしてこの辺もこうパタゴニア、パタゴニアのフリース全部揃ってんで、もう、すごいね、うん、ここ来たらフリースに困ることはないぞ。 LL ビーンもあります。パタゴニアの段置いてるとこも少なくないですか。あんまり見ないですよね。あ、本当ですか。はい、こう継続して出てるフィッツロイダウン、まあ、800フルパーパンパンにね、パンパンなんてことあるもんね。ボンバーマンみたいな。これ店長何ですか。で、LLBは、はい、空気から始まってるジャパンエディションのラインで、初めて見ました。あ、本当ですか。はい、アーカイブをちょっとモダンなサイズ感にして復刻ライン で、インナーがちょっと黄色っぽい感じの。そうですね。なんで配色とかはその当時の配色、クラシックな配色を使った。なんかすごい、なんか初めて見るのがいっぱいいっぱいあるね、うん、この辺からダイワ。ダイワですかね、はい、これもダイワ。これもダイワで今年のピンパクの。へえ。前回来させてもらった時確かダイワのショーツ買わせてもらったんですよ。 ありがとうございます。やっぱ色綺麗ですもんね。配色そうです ね、ブルーもこうテーマカラーみたいな。あ、あるんですね、はい、これあれやん、持ってるやつやん。ん、色違いでさ。あ、めっちゃ綺麗な色のやつね、うん、ブラックやねんな。なんかほんま初めて見るの多いな。上もすごいモコモコだね。それもダイワです。これですか。へえ、かわいい。また袖外せるんですか。そうなんや。すごい。確かにこれは確かに、なんていうんやろう、釣りの方のダイワに近いですよね。ああ、そうですね。ピュアの方とか、ね、結構つけてます。うん、いいですねこれ。これじゃあ撥水の加工とかしてるんですかね。そうですね。なんかダウンベストやっぱ今年流行ってます。ダウンベスト、そうですね、ここ何年かじわじわしてて、うん、今年も結構やっぱお声多いです。あ、やっぱそうなんですね、うん、もう何が起きてるかわからない、うん、あの1981の店長さんもな、ここからインナーにしちゃってとか言ってたけど、もうついていけてないアウターはアウターと思ってるから。あ、この辺も台輪系ですかね。この辺りもそうです。あと、この上も台輪ですか。この辺も台輪です。この辺りは去年のカラーリングなんですけど、はい、かわいい。かわいいよな、黄色とかもな、うん、台輪のこれも着てみたいですね。どっちかと取りやすい方でも全然大丈夫なんですけど、ちょっとあと奥も見てみます、うん、これはこれもコンからで、あのエディバワー復活したんですか。今季日本で企画して、あ、へー、キルタグ使って出してます。このダウンの一番最初のダウンかなんかですね、確か。そうですね。今やさ、いろんなカナダグッズやモンベルとかってあるけどさ、モンベルとか、うん、あのモンクレールとか、うん、ダウンの始まりはここなんや。へーって言っといてると。そうです、ね、はい、
これじゃあこのライン全部そうですか、エディワウは。ちょっとベスト一回着てみようかな。これサイズ僕 M ぐらいですかね。あ、でもこんなもんじゃこんなもんなんですかね。そうですね、なんかまあジャケット着て上から重ねてもらった時はこれぐらいゆとりがあった方が、うん、重ね着は、初めて来たこのエディワウはって着てたけどかっこいいですね。かっこいいですね。このティラックなんかもさ、うん、ティラックは何機能がいいの、何がいいの。なんか軍、チェコ軍かなんかの、うん、あの支給された中で、あ、ティラックそうですよね。はい、スマートずっと継続して出してる中綿もいいですよね。中綿のやつもね、結局最終こういうのが一番使えますもんね。そうですね、あのちゃんとゴアのインフィニウムで、あ、この素材使いがいいんで、うんうん、あ、組み込まれる、確かにふわーっとね、これは便利やね。ゴアで水も入ってこないし、これ M で着てます。なんかすっきりだね、うん、すごい。もともと後ろ長いからさ、こうやって巻いても出えへんし、なんかフリース着てマウンテンパーカー着てるのかなみたいな感じですね。これいいですね。これさ人気出そうですね。これめっちゃ人気ですね。え、さてお値段がいくらでしょうか。あ、やっぱこれちょっと高なってきた。8万ぐらい、ね、74,800円です、うん、8万ぐらいですね。でもまあ2着一緒になったって考えたら ね、 そうですね、黄色着てみてもいいですか。僕 S ぐらいですかね、だいぶ入ったら。そうです、ね。いやすごい、ぴったりや、めっちゃ大きく見えるね。うん、うわー、これ今年はもう出してないんですか。今年は、出てて1年ベストしか今回やってなくて。あ、なるほど。雑誌とかでは見てますけど、こんな感じなんですね。すごい、ボリューム感がパンパンや。うん、確かにこれだったらなんかダウンベストのイメージですもんね、スナップボタンでいうと。そうですよね、で長袖で袖について取り外しやすくできる。あ、できるんです。すごいな、でかい。濃厚もこやん。もう目立つね、うん、寝袋着てるみたいだね。あ、でもほんまそんな感じで寝袋着てるみたいな、うん、あれって3色ですか。これ3色黒ですかね。黒の方がいい、青、黒か青やな。黒にしたら黒でお願いします。はい、はい、5万7000円やった。安っ。ここにあったら M です。 ありがとうございます。へえ、これ毎年出てるんですか。これ毎年出てる。へえ、はい、そうなんや。何回もこうマイナーテンで、まあ、じゃあ定番のモデルっちゃモデルなんですね。そうですね、パタゴニアのダウンといえば。なるほど、まあ、サイズもこれかな。黒か青かどっちかやと。青もかっこいいですよ。もうかっこいいですよね、色いいですもんね。あ、かっこいいね、うん、青は青でいいね、うん、青にする。かっこいいよ、青でいい。うん、青の方がいいかも。じゃあ青でお願いします。ありがとうございます。はい、上も見に行かない。あ、そうやね。ちょっと上見に行ってきてもいいですか。あ、ぜひぜひ。すいません、前キムタクが着てるなんかがあったんだっけ。またギャルソンのやつあるぞ。ある。すいません。あ、かわいらしい。これギャルソンの店舗にもあったよね、阪急の。あ、ほんと。うん、売ってたで。あ、今階段で疲れちゃった。あ、キムタクロンティーここにあったやつやね。そう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 。へえー、ちょっと奥行ってみる。はい、行ってみましょう。あ、あるね、ここにロンティーね。はい。え、待って、これかわいいじゃん。これニット。ニット？あー、かわいいね。かわいい、めちゃくちゃかわいいじゃん。めちゃくちゃかわいいよね。黒もあるよ。ニット？ニット。へえー、めちゃかわいいじゃん。さっき一緒回っていい。あ、そうだね、ごめんごめんごめん。止まっちゃうからさ。そうね、そう、そうなんですよ。これ一階堂をちょっと奥に行けば行くほどちょっと男っぽい感じになってますね。確かに。クラシックな感じっていうか、うんうん、シャツとかオールポスト、そしてダウン、大人っぽい、うん、やっぱマットな感じが多いよね、うん、で、リュックとか、うん、革靴とか、はい、こういうダンディなやつが似合う大人やな、感じで。さあ、新庄さんがおしゃれやから、うん、パッと出てくるけど、買うときに5つぐらいコーディネート教えてもらったから買わんと。確かに、うん、まあ、でもそんなの聞いたらまた提案してもらいますもんね。俺もだから髪の毛ちょっと伸ばしてパーマーって店員さん見てヒゲ生やして異素材にしたらっぽく見えるかもしれない。ちょっともう異素材に。ここ言ったらウールですもんね、ここはね。はい、ウールない。さっきのニット見んの。ちょっと見てもいいです。一緒に見てもらったから見てもいいですか、うん。いや、何がいいんでしょう。何がいいんでしょう。でも黒とか持ってるやん。うん、グレーとかどう。一回グレー合わせてみる。グレー、うん、かわいい。当ててみる。当ててみる。やってみていいですか。かわいいね。うん、なんかここに来るとギャルソンを買うっていうなんかあれになってるけど。そうだね、やめようやめよう。いい、全然いいけど。かわいいね、かわいいね、うん、こういうのかわいいね。よし、降りるぞ降りるぞ。先に降りるぞ。熱が冷めない。
あ、行きます？すいません、ありがとうございます。前もなんか上でまとめてもらったな。まとめてもらった。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、じゃあ帰らせていただきました。はい、次はほんまにちょっと歩くから、はい、そんな1キロも歩かへんねんけど、うん、ちょっと 50m か 100m ぐらい歩いたところに BD さんがある。はい、それでは4軒目行かせていただきたいなと思います。ロフトマンさん BD ということで行きたいなと思います。ちょっと挨拶だけしてきます。はい、はい、それでは行きたいなと思います。アークテリクスもあったね。本当だね。やっぱりあの噂では聞いてたけども、ちょっと変わってるね、いい意味でね。前回教えてもらった名前もう忘れちゃった。あ、勉強不足ですね。あ、全く覚えてない。まあ、こんなんとか珍しい。でそれのダウンだ上。うーん、ズームしてみて。初めて見たね。でもスウェーデンの国旗がついてる。あ、いきます。はい、これはスウェーデンのやつですか？今ちょうど国家のイベントを開催してる。あ、へえ。ほぼほぼ同じブランドなんで、はい、このブランドはなんていう名前なんですか？前も教えてもらったんです、クレッタルムーセン。クレッタルムーセンと、はいはい、かなりちょっと読みにくいと思います。クリスタルムーセン。あ、クレッタルムーセン。クレッタルムーセン。すいません、クレッタルムーセンね。クレッタルムーセン、はい、これアウトドア系のブランドなんですか？そうです。めちゃくちゃ珍しいですよね。あんま見えないですもんね。本来はこんだけボリュームはもちろんないんですけど、今ちょうど本当先週からあのそういう催しをメーカー様のご好意でやらせてもらって、普段の10倍ぐらいの量が。そうなんですね。はい、後でちょっと着させてください。あ、ぜひとも。ありがとうございます、はい、クリスタルムーセンとね、うん、これもあのレザーみたいにどんどん経年変化していくのよ。質感独特なんや。おお、独特だね。すごいよね。うん、これも結構いい値段するはずやね、確か。あ、これもそれのブランドなんや。うーん、これめっちゃ可愛くない？可愛い。可愛いよな、うん、ちょっとこう白っぽい感じもあるし、いいですね。もうかっこいいですね。これも好きな、うん、あとトレンド的にやっぱりちょっとゆったりしてるので、うん、最近、うん、ちょっとボリュームは感じてもらえると思います。へー、いいですね。なになに、これもかっこいい。これかっこいいね、うん、これ中綿やね。うーん、たまたま好き。これしかないんですよ。はいはい、そこのラックにもこれしかないんですよ。同じなんですか？はい、あの場所場所を言うたら固めずにあえて出してるんですけど、好きなのかもしれない。確かにそうですね。神経衰弱みたいなもんで、確かにこれ一緒になったんや。これかっこいいもんな、だって、うん、こっちはもうちょっと近代的な雰囲気の生地感ないな、うん、この絵もそうやけど、このブランドいいんやろな。自分がセブンバイセブン、はい、これ覚えやすい。ね、ありがとうございます。あ、あ、すごいオーバーやな。でもな、生地がこの中の生地自体がもう最近ないって感じ。こういう生地感いいよね。アメリカにしか置いてないような。これぐらいやってさ、シュッと細かったりしたらちょっと大きい。だからアートファブリックもヴィンテージなんで、うん、ほんまに一つもかぶらずに。そうですよね、はい、今日なんかドリズラー着てもらってたと思うんで、あれは直線でいいと思うんですよ、うん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 、はい、でこれやったらこうキュッて上、そうそうそう、ちょっと前下がり。あ、はい、すみません、はい、こうやってギャザーがそうってね、はい、またちょっと変わったな。変わったね、うん、ちょっと短くなって、うん、細くなって。この生地感ってやっぱりほんま出えへんですもんね、なかなかね。現代ですることはなかなか難しいですね。これ多分映像で触ってないかもしれんけど、ほんま触ったらうわ、あんまないっていう。でこの裏側もさ、うん、やけどこういうのって古着ではあるけど、うん、新品でこれっていうのが、うん、あ、ほんまデッドストック感があるというか。まあ、あと色もかっこいいしな。うん、色かっこいい。セブンバイセブン。これでいくらぐらいなんですか？結構するわ。15、20。うん、マジ。30。あ、いやいや、20、20。19万8000ぐらい。でもそれしますよね。はい、こっちもいいですか？はい。これどっちかと、もうちょっと丈短めのブルゾンですかね。はい、あ、これはもう今っぽい感じだね。それなら好きだと思う。うん、そうですね。はい、見た目とは裏腹に結構動きやすい。可動域がすごい広がってくれるので。この部分、生地が伸びるっていうか前に行く。でも生地自体が伸びるわけじゃなくて、うん、縫製で伸びるようになったんで、中にはプリマロフトがおなじみになってきてますけど、入ってくれてるので、こういうのってなんか僕いつも前行った時それで足りひんってあるんですけど、ちゃんとそういうのも考えられてるからいいですよね。あ、結構ここは本当に見た目は折りたたんである状態なんですけど、うん、街がついて、うん、先ほどおっしゃられたように伸ばした時に足りなくなるっていうのは、軸で普段ついてるものに関してはあるあるなんですけど、うん、ここの生地が集約されてる生地が前に出てきてくれるんですよ、ね、うん、はい、いいですよね。あ、値段もそんな高ないんですね。これで66,000。値段帯はやっぱ車元の場合はまだちょっと、そうですね、落ち着いてますね。出ました。こちらのブランドでございます。はい、何ですか？これやったよね、ムーちゃん。違う違う違う、アベガー。あー、じゃない、オーやね。オーでしたよね、はい、オーラリー。違う違う違う、 B が入ってるやん。
前回の復習です、ね、そうそうなんですよね、はい、だいたい学校って一番最初にこれが始まるから、うん、ちょっと忘れて、でも俺もなあんまり覚えてない、オーベルジュみたいな名前、おー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 、あってました完璧すごい、オーベルジュ、もう見て、あの複数多分これ見ていただいてる方も、あそうそうそうオーベルジュだと思い出したと思いますけども、うん、まあ皆さん覚えてるかな、あそこのセブンバイセブンって初めて言うと、すごいあれやな、かっこいいよな、うん、以前確か上でとパンツ買わせていただいて、うん、ミートやったっけ、うん、上ここから行けるんですか、向こうか、はい、あ行けるんですか、ちょっと行かせてもらいます、あこっちやっぱクラシックラインだ、ジャケットとか、あとこんなの見たことないマウンテンパーカーみたいな、本当だね、見えへんよな、うん、これでも店長さんにいろいろ説明してもらうのは分からんですね、けどブランドとかもやっぱり紹介してもらったら、あ、はい、いいなとかって思いますもんね、聞いてたりしたら、はい、だからこれとかパッて見た時は分からないですけど、多分これも聞いたら良さがいっぱい出てくるかな確かにこれではもう完全に見たまんまですね、見たまんまなんや、はい、パッチワークっていうところであえてそういう風に入れた立ち切りのディテールが非常に面白くて、同じ生地でも、はい、出たらキレイキレイに作ってあるんで、あ、ほんまや、二方弊社ではご用意させてもらって、すごいね、はい、だからこれ二方やってる会社ってなかなか少ないと思うんですけど、うんうんうん、このブランドのデザイナーさんの引き出しのやっぱり深さで、もうこの時点で5分前と見え方変わるもんね確かにこのダウンベースかっこいいな、やっぱ目安の十分や、三半径あるとお前 2,3 時間前に入って、はい、すごいですね、すごいいいっすね、着てみたらかっこいいっすよね、ちょっと一回着てみてもいいですか、かっこいい、よく昔からね、今日こういうフラップのポケットのダウンベストは、うんうん、WRというラルフローレンのあの当店でやってることさせてもらってるんですけど、まあ確かアメカジに寄せようと思ったらめちゃくちゃアメカジにもなるし、うんうん、まあ今っぽくするやつはシンプルでいけばいけるやろし、髪の毛のやつめちゃくちゃあった、あれだよそう言われたら買わなあかんくなってくるただね、さっきの店でも言ってたんですけど、ダウンベストっていつ合わせていいかわからないんですよ、おしゃれな人らよく着てはるイメージなんですけど、でいつ合わせるのって言われたらいつなのかなっていう、ダウンベストなんか温度調整もしやすい、ああ、大人になってみたら、着るところ行ったら逆にちょっと持ち運びにもそこまで重くなる、すごいすぐ脱ぎもできるし、まあ実際便利だし、まあ袖ないだけ楽ですもんね、こんなに昔は、うんうん、ああ確かに、いやそれこそ僕の視聴者さんとかってキムタク好きな人多いんですけど、もうキムタクのイメージですもんね、完全に色もけど、そう今言われるとちょっと連想させるカラーじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、じゃあキムタクになりますキムタクになります、なれるかな、これね教えていただいて決まりました、うん、これ見てみたい、これを着るタックを、確かに、じゃあこれで教えてもらったらそれでコーディネートしていきますか、すみません、よろしくお願いします、サイズ何本ですか、 L? あ、M? サイズ M?まあ、海外のサイズだからちょうどですね、オレンジみたいなダウンジャケットもそうなんですか、ダブル R なんですか、そうです、これはまあ確定として、あれも一回着てみてもいいですか、ちょっとサーモンピンクみたいに見えるな、うん、でこういうヴィンテージ系のってなんか作りなんかあれ微妙なの多いんですけど、これのとかもちゃんとリブついてるから、で前スナップだけとかもあるけどファスナーもあるしスナップもあるし、でフードも外せるしって感じめっちゃしゃべる、いやめっちゃいいよな、うん、緑ちょっといいですか、あ、また全然見え方変わる、うん、そういうのよ、さっきの下の緑と似てない、色味だけ、うん、色味似てるかも、うん、けど下のやつは要所要所の白いとこもあったんや、うんうんうん、でもそれはまあこれは違うけど、うん、言うたら下の色が本物でそれをまあモチーフにしてるって感じです、完全に一番わかりやすいです、うん、やっとね、すごい褒められちゃった、じゃあ黄色すいません、よろしくお願いします、ありがとうございます、買い物された方はね、アプリで登録してもらったらポイントもつくみたいなんで、このポイントは現金と一緒で使えるんですか、割引もいい、はい、あで、言うたらご利用金額に応じて還元率が異なっていくので、なるほど、はい、いいね、ぜひアプリ取った方が得やね、はい、うん、確かに僕ら取りました、はい、チャリン、こんな感じで、はいはい、ということで購入させていただきました、洋服も全部変わっちゃってね、どの服で来たか忘れちゃいましたけども、どうですか、うん、いいよ、いい感じ、ちょっと疲れちゃったね、うん、10歳ぐらい老けちゃった、うん、まあ、楽しかったけどもね、撮影協力していただいたロフトマンさんありがとうございました口が回ってない、今回ねバルトレとか出たけど見向きもしなかった、うん、ちょろっとだけ触ったけども、うん、5年前までやったら飛びついてバルトレやって出たけど、まあ、バルトレは一旦持ってるし、まあ、いいかっていうことでスルーさせてもらっていろんなやつ見させてもらってね、うん、知らんブランドを見れてよかったなと思います、このバブはギトギトにダブル R っていうね、男臭い感じで終わりたいなと思います、ということで本日はですね、買い物を、差し出したという動画になってます、また別動画でお会いしましょう、ありがとうございました、このロゴやったっけ持ってたやつ、三上さん人の名前がどうか知らんけど何だといえばこう焚き火シリーズですもんね、これは多分また人気なんやろうな